あ、ありがとう。お母さんが買ってきてくれた純米吟醸見当たり見当たり純米吟醸ありがとうございます。美味しいと思います。あとこのトロトロそうトロブツトロブツトロブツあのブツを売ってるお店があるんです。商店街に。セガサートの絶滅危惧動物。これ全部？自然環境を守って、こういう動物たちも守ってるってことが大事。じゃあ変えてラッキーだった。あれ動いた？間違えちゃった。インスタの目の前の超。あれ？チーク。行って。え、あ、撮ってるやつだから。撮ってるやつ。うん、間違えちゃった。いいよ、一応止めてもいい。あとでも止める。だから何だったんですけど、意外と私にももうここ先向いてるなみたいな。見てもいいの？え？僕あんまり投資の香りかもしれないんで。チャラもあるかもしれないんだと思うんですけど、まあ僕では言うと。はい、お父さん。あ、昨日か。これ。わさび。はい、どうぞ。ありがとう。生活クラブの。この先やったら美味しい。いつもより美味しいと思う。では母の日ありがとうございます。母の日になっちゃったよ。ちょっと早いですけど、どんなっちゃったの。いただきます。うまい、うまいね。すっきりキリッとして美味しい、美味しい。アウトロー決まっています。136キロ。このブツはどうでしょうか。いや、高めと低めも、はい、やっぱり酒ってあれだな。ブツ美味しい。しみるんだな。うん。うん。ビールがちょっと入ってるから、うん。しみる感じ。ブツとかね、ほとんど動かないじゃないですか、小林ね。そうですね。美味しいよこれ。結構うまく使うんで。ね、噛み切れるこれ。うん、噛み切れる。いただきます。スライダー合わせました。セカンド。うん、美味しいです。うん、やわらかい。もうこれ、ご飯にいただきます。あんまりないのよね。よかった、今日歩いて帰ってきて。あったから。小林としては意図的にはまあボールでいいよという。すごいうまいよね、ここの。え？うまい。とろけるわ。うん。どこ？商店街の真ん中辺にあるんだよね。今日3試合ぶりの三井寿さん、はい、三浦から来てる、はい、ちょっとしたところ、うん、違う、真ん中辺。あの高橋玲が昨日言っていたのは使えるボール、うまいよ本当に。ラッキーあってよかった、うん、歩いて帰ってよかったと思う。いや、筋が見えるからさ、うん、あれでしょ？筋がさ、硬いのかと思ったら全然、うん、そうなんだよね。あ、これはやっぱりいろんなところの当番口の中でとろける。うん、多少筋はあるの。うん、まあ、やっぱり多少ね。そういう形で当番ということであればやりたいことがたくさんできるんですよね。で、やっぱり対バッターに対してしょうがない、試すことができるんで、ブツで安いと非常にね、引き出しが増えたっていうのもまさにそのことだと思います。大根は私は切りました。今画面には対左対右これ食べてみよう。美味しいから食べたい。美味しかった。とろけるとろけるだって。多少あるわ、うん、しょうがないよそれはね。ある時とない時もない。左も1割4分3厘なのでかなり低い打率、左率ではあるんですけど、まあ、左の方がまだヒットを打っている。だから安いね。左の方が可能性は高いということなんです。お母さん、じゃあビール、これじゃない、これじゃない、俺どれがいい。冷凍庫に入れたグレープフルーツがなんちゃらかんちゃらってやつ。あとはね、うなよななんとかって、なんかさ、同じだけどメーカー同じなんだよね。同じじゃないよ。
メーカー同じでしょ。メーカー同じだけど違うんだよね。びっくりした。グレープフルーツ、エビスジューシーエール、うん、初めて飲む。大抜きの入り玉、こんな4玉ある。うん、カーブで入った。私もそれ初めてかもしれない。グラスも、あ、グラスも缶が同じような感じだからさ、なんだかな。マンガケースで初球やっぱストライクが入るボールになるから入っちゃうんだよ。はい、ありがとう。これもお父さん、これサラダ。これ何、ご飯って食べるの？どうしようかな。エビスジューシーエール、ご飯ね。それだけ丁寧に先生点を与えないというピッチングを今日は意識したいと言っていましたが、言葉通り丁寧に丁寧に投げている印象のある大貫。グレープフルーツって書いてあるけど、感じる？そんなに感じないですか。でもなんか飲みやすい、すっきり。後半失敗になるような投球にはなってますけどね。ここをしのげるか。エビスでしょ、うん、よく出すよね。さっきのもエビスなんだけど、同じような感じでね、紛らわしいよね。うん、買うときウロチョロしちゃったよ。あれ、これとこれ違うんだなと思って。フォロのドレッシング、このフォロのドレッシング美味しいな。無添加、高いけどね。マキヤさん、カーブで入って落として落として今度いないみたいな、ね、これまあ複数は儲け物、もしくはここら辺になりやすいんですけど、美味しい。意識づけ、ちょっとストレートいる、わさび、意識づけしたところで、まあ、先ほど空振りしたフォークですよね。落ちる球スプリットですよね。まあ、こういう球っていうのが一番高いんですけどね。構えはインサイド、まっすぐでいった、素早くましたセカンド、マキ。あっと、それかけて、しかしアウト、スリーアウト。この3回も満塁のピンチを大貫がしのいでいます。調子いいみたいね。鳥の生活クラブさんの鳥のガーリック焼き、いい匂いするよ。うん、うん、それいるよね。いや、これいいの、いいか、ここで、うん、ビール未来の時代に先回りして課題を解決する、世界がこれから求めるソリューション、イグニチャー、イグニチャー東京ガス。ネクスガード、ねえお父さん、これ食べればワンちゃんのことを一番考えて美味しくしました。食べてみて。ドッグファースト、ネクスガード、飲みマダニ駆除剤、動物病院シェアナンバーワン、ネクスガード。それから入り球の緩いカーブの後、この高めの直球、ボールの質だけではなくて緩急も使ってそのストレートを早く見せていきます。お父さん焼酎、まあ、やっぱりこの呼吸感覚も含めて焼酎よ、入ってんの、飲みすぎかな。うん、ね、これまだ1缶でしょ。1缶だから飲みすぎじゃないよ。焼酎がいいの、うん、作るよ。あんまりいっぱい入れなくていいかな。やってる時に作ってもらう、焼酎の炭酸と、あふれるだけでなくて8分目くらいでいいよ、うん、大丈夫。てるきはうまいから作り方、私がはちゃめちゃ食べる、食べて8分目、でもさ、あの焼酎で割るときってさ、焼酎結構入れるよね、うん、半分ぐらいね、すまんの。敏感肌は日焼けに弱い、だからしっかり防ぎたい。これ防ぐミノンで、うん、敏感肌も最高 UV カット、日焼け止めミノン第一産経。イムラヤこの夏、業務チアイスはもちシャリ、わもち、
これ食べて。虫食い食べるから。手つけちゃったから、こっち食べて。刺身あるからそんな食えるかな。食えるよ。で、一つ刺身。いや、油もんが多いからさ。食だよね。飯田商店さんの担々麺作りました。私はあのコショウを入れちゃいます。はい、お父さんも食べていいんです。つゆ、つゆから飲むな。お父さんは美味しい。うん、担々麺だから辛いよ。こう辛いオイル入れられるよ。入れる。結構辛いもん。辛いオイル入れる。入れちゃおうかな。山椒油。うん、あ、私入れた。山椒油とこれ。え、両方。うん、もう入れちゃうよ。入れちゃった方がいいかな。入れちゃう。うん、ありがとう。結構きくね。うまい。あ、これご飯がいるかも。ご飯いいな。うん、いいぞって言った。お父さんご飯食べたもんね。いや、一番最近は今日はハマっています。今シーズン初めての一番起用、昨年の9月17日東京ドームのスワローズ戦以来の一番での起用丸です。お母さん辛いこれ。一口ちょうだい。さあ、そしてスリーベースも放っている佐々木。ここで食い止めなくてはいけません。ベースマンとしては今日から、ね、ね、今日から超辛い。超辛い。本当辛い。超辛ですよ。あ、お母さん辛い。うん、全然いや、お父さんも辛かった。お父さんも超辛かった。センター下がっていく。下がっていく。超えていきました。丸帰ってきた。うん、全然平気。辛い方が美味しいわ。もうぶっかけてもいいかも、この汁を。うん。ぶっかけちゃうかな。ご飯にかけてみる。ここにお湯を。え？飲むの？お湯入れます。今度は逆方向へ。いやー、槙原さん、どうですか？お湯入れました。もうちょっと入れる？もうちょっと？あ、かけました方がいいんじゃん。辛い方が美味しいかもしれない。そう？どう？もうちょっと入れる？もうちょっと。もうちょっと？これさ、こんなご飯入れたら美味しいかも。これでジャイアンツとしては14試合ぶりに。お父さん。